タカさんどうも、返信をありがとうございます。側近ビジネスね、まあいろいろあるんで何行こうかなと思って悩んでしまうんですよ、逆に。で、自己アフィリエイトの件なんですけども、自己アフィリエイトをお金に換えるんだったら自己アフィリエイトのセルフバック報酬を待つみたいな形はね、ちょっと3ヶ月ぐらいかかっちゃうんで、とても側近にはならないと思うから、やっぱりね、自己アフィリエイトをやったことがない人、もしくは自己アフィリエイトをやったことはあるんだけども、いまいち稼ぎきれてない人にアプローチした方がいいのかなと思うんですよね。で、そういう人に対して、自己アフィリエイトのやり方を、まあ、一緒にやりましょうと。で、私がついていれば1ヶ月以内に3万円なら3万円稼ぐことはできますよっていう形にして、で、稼げたら、稼げなかったらもう返金しますみたいな感じで返金保証をつけて、とりあえず前金、入金で1万円とかにしたらどうかなと思いますよね。で、そうすると最初に入金があって、入金があった人に、自己アフィリエイトの、まあ、コーチをするって形なんで、ネット上でもやれるし、私はまずリアルでやるべきだと思うんですよ。リアルでそういうのをやって、そういった風景をちょっとでもいいから撮影して、まあ、それをねちょっと加工して、アップロードするなりなんなりでネットで売っていくみたいな形がいいのかなと思いますし、まあ側近ね、なんかね、本当いろいろ考えられて止めどもなくなっちゃうんで、2つお伝えしましょう。だから1つは自己アフィリエイトやり方をこう売っていくっていう方法なんですけども、結構これ言うとね、実際自分で自己アフィリエイトやったところを画像とか撮ってあげるのがめんどくさいみたいな、結局何かができないからできないんですって言い張る人が出てくるんですよね。ですので別のアプローチで、じゃあもう一個メルカリの不要品販売をしたらどうでしょうかっていうのもやっぱり定番ですけどもあります。なんで定番になるかっていうと、これが第一歩だからなんですよね。一番簡単で一番現金にしやすくってっていう形を考えると、まあこれしかないかなと思うんですよね。まあ他にもありますけど、それは営業力が必要だったり、すでに自分のマーケットを持っていたりとかいう前提条件が、まあ、必要になってくるんですよね。まあ、ちょっと前ですけども TKO のなんとかって人が詐欺商品を売ってなんか飛ばれてですね、でお笑い芸人が全部自分で払います、7億円とかいうのがありましたけども、あれはなんであそこまで売れるかっていうと、お笑い芸人 TKO ですか、 TKO っていう立場にいるから、すでにそこで一定の信頼関係と断れない弟子とっていうピラミッドができてるわけなんですよね。だから芸人の修行っていうのはある程度まで行くと、自分のその言うことを聞く部下みたいなのができちゃうわけなんですよ。だから少々危険なものでも付き合って買うか、断って雰囲気悪くしちゃやばいしみたいな感じで労せずして物が売れたと思うんですよね。だからそういうふうな人間関係を構築できた人っていうのは、まあ、はっきり言って側近は簡単だし、ビジネスじゃなくてもいいんですよ。みんな1000円ずつ集めろって言ったら集まってきますからね。でも大抵お金に行き詰まってる人って、そういうふうな理由もなくお金をくれる人とか、ちょっと頼めばお金を貸してくれるような人っていう人間関係作れてないんですよね。で、ビジネスでお金を手に入れるってことは、実はですね、まあ、そういうふうな何も与えてないけどお金だけもらうとか、まあ、もっと言ったらお金を借りるみたいな信頼関係がないと、やっぱりできなかったりするんですよね。キャッシュフロー的には同じなんですよ、これ。ビジネスで商品やサービスを提供してお金が入るのと、借金をしたりとか、まあ、ちょっと半分脅しみたいな感じで、お前出せっつって出させるのも全部同じなんですよね。結局は、商品をもらった対価として払うか、断ったらちょっと悪い雰囲気になりそうだから、半ば強制的に払うか。で、貸せって言われたんで、貸すか。まあ、貸すって言っても返ってこないことが前提ですから。そうなってくると、側近ビジネスってのは自分のいやらしさをどこまでね突き通せるかってことでもあるんですよね。みんなに好かれながら商品を売るとかっていうのは理想なんですけども、そうするべきなんですけども、目の前の人に好かれるようなサービスや商品っていうのを自分が持ってないからやっぱ悩ましいんですよね。で、無理やり売ると後ろめたいみたいな感じがあるから、やっぱり自分のことを後ろ、ね、見つめ直さないとダメでしょうね、きっとね。はい、それでメルカリのことなんですけども、なんか3ヶ月以上使ってないものは全部出品すると、まあお金になると思うんですよ。だからそこから始めたらどうかなと思いますし、いやいやいつか必要になったら困るしなっていう人に限ってそういうものって必要にならないんで、古い漫画とか CD ぐらいから片付け始めたらいいんじゃないかなと思いますし、なんか面白いところではね、なんか無名の人が書いたサインが売れてましたよね。なんか300円ぐらいで。不思議ですよね。どんなニーズがあるのか分かんないですよね。で、私の場合はそのハワイで旅行に行った時に、現地の石をね、いろんな理由をつけて日本人の旅行客に、
まあ、5ドルぐらいで売ったってことがあって、それがね1時間で20袋ぐらい売れて、大体1万円ぐらいに、当時のレートで105円だったんで売れたみたいなことがあって、それがだから22歳の頃ですね、うん、なんか大学生の時に入社予定の会社の入社前研修でハワイに行った時に、お金がやっぱないじゃないですか。だから10日間のハワイの研修旅行だったんですけども、毎日午前中はあの砂浜に落ちてる石を集めて日本人観光客に売って、だいたい2時間ぐらいやって2万円ぐらいね手にして、それから午後からその2万円を使うみたいなことをずっと繰り返していったわけなんですよ。それも本当苦肉の策でしたね。で、そのハワイで石を売るって話なんですけども、もう一つね、側近ビジネスで多分言っても真似する人がいないだろうから言いますけども、あの代々木公園で公園に落ちてる石を売ったこともあるんですよ。でこうやって石を拾い上げてね、600円ですとかね、なんか適当なこと言って、でとりあえずこう声をかけた人に、その石ってのは何なの、そこに落ちてる石じゃないのって言われたんで、そうだよと、でもこれ一生の経験ができるよって、その辺に落ちてる石をお金を出して買ったんだって思い出があなたに一生残りますよってことだったら、まあ、買う人いるんですよねこれでね。で買った人に対して、じゃあもう一個買ってね、で誰かにこれをあげたらどうみたいな。そしたらそれも話のネタになるでしょ。公園でそこら辺に落ちてる石をある人から1個500円とか600円で買いましたと。2つ買ったから1個はあげるように買いました。もらった人も、何これ普通の石じゃんみたいな。そう、普通の石に私はお金を出したんだよって、そのエピソードがこの石の価値だみたいな感じでね、半ばなんかこうね、法的に大丈夫なんかみたいなことはありますけども、まあでもそういうこともあったりとかね、なんか懐かしいなと。だから現金を側近で作ろうと思ったら方法は結構あるんですよ。方法はあるんだけども、たった一つ、どれをたった一つやりたくないことをやるかってことを突破しないと、多分多くの人に あーだやだこうだやだっていう人にはお金ってのもたらされないんじゃないかなと思います。結局何かと引き換えなんですよね、営業が苦手な人が営業をやらないといけないとか、重労働しないとお金がもらえないけども重労働についちゃうとかね、やっぱりこう人ってお金をもらうときに最初のうちはやりたくない何かをやってるんじゃないかなと思います。でビジネス慣れてきてベテランになると、もうすでにお金をもらうためにやりたくないことはなくなってくるんですよね。それこそお金に魂を売るじゃないんですけども、ビジネスを成功させるためだったらもう何でもできますよみたいなね、それこそ公序良俗に反すること以外何でもやりますみたいなところまでマインドが引き上げられてくると、どんなシチュエーションでもどんな人に対しても売れていくんだろうなと思いますね。まあ、どんなことを選択するのかね、タカさんに対してちょっとまだ分かりませんけども、そうですね、まあ自己アフィリエイトの方法でもいいんじゃないかなと思いますけどね、だから自己アフィリエイトで2万円儲かる方法、2万円ちゃんと売り上げが出るまでサポートしますと、入金はいついつ頃が目算ですよと、その時に入金がなかったらまたやりましょうみたいな感じで、完全に2万円保証とかつけてね、でそれをなんか1万円とかで売るとか、まあ、10万円でできるんだったら10万円売り上げが上がるまで、あなたの ATM に10万円が入金されるまでずっとサポートします、そのサポート代とコーチ代込みで1万9000円ですっていう風にしてね。で私の場合はそれでしたね。本当に昨日まで飲みに行ったりとか、レジャーに行ったりとかする本当普通の友達のようなねビジネス仲間に対して、いや自己アフィリエイトとの覚えだからこれね教えてあげるよ1万9800円でって、とか言うけど、いやでも1万9800円以上売り上げが上がったら利益になったら問題ないでしょ、じゃなかったら教えません、自分で調べてやってください、しょうがない、自分の商品なんて、これが自分のビジネスなんで、コンビニに行ってとか言って値下げするとかってしないでしょみたいなことを言いながらね、結局最初の1年間で400人ぐらいに自己アフィリエイトをやったかなと。で時には会場に10人20人集めて、で時には訪問してマンツーマンでって感じですよね。で自己アフィリエイトができるようになったら、今度アフィリエイトの仕組みを教えてあげて、アフィリエイトをやっていこう、自己アフィリエイトは限界があるんでアフィリエイトはやりましょうと、じゃあアフィリエイト のブログ構築セミナーがこれ5800円であるんでこっちも受けたらどうですかっていうふうに継続してセルをするとかね、で今度ブログのアクセスを取るためにツイッターをやりましょうとか言って、ツイッターでどうやって集客するかみたいなのをまた5800円で売るとかね、でこの様子を全部 YouTube に収めて YouTube で放送してアクセスを集めましょうみたいな感じでね、さらにこれも5800円の講座になると。でこの全てのコースをホームページにまとめようと、
じゃあホームページの無料スペースがあるんで、このホームページに動画とツイッターと自己アフィリエイトの方法ともろもろ詰め込んで一つのねコンテンツにしましょうと。でこれのサポートが、まあ、10万円ですよとかね。で全部トータルで19万8000円が速稼塾のまとめの価格ですよみたいな感じで、どんどんね商品を作り上げていったっていうのが、まあ、私の最初の1年目だったかなと思いますね。まあ結構忙しかったんですけど、売り上げは毎日上がってましたね。だいたい毎日ね、あの4万円から8万円売り上げ上がってましたね。だから単価が2万なんで、かけるこなせる人数なんですよ。2人にこなせるか、それとも4人にこなせるかってことなんですよね。だから会場にで10人とか20人集めた日ってのは本当ボーナスみたいな感じで、ね、ドーンと入ってくるんですよね。で速稼塾のなんかこう定期セミナーみたいなの毎月やって、参加料3000円みたいな。でその参加料3000円の中でもセールスもするみたいな感じで20、30に設けていって、でしかもそのセミナーが終わった後懇親会とかやって、ね、みんなで飲み会をするみたいなんで、結構ねあの1回私のセミナーに出ると参加費3000円と飲み代がまた3000円とかで6000円は最低出るみたいな感じで、早く稼がないとその参加し続けることが難しいよみたいな、そんな1年目になりましたね。懐かしいですね、うん、はい、長くなりました。以上でございます。また連絡お待ちしております。頑張ってください。